万円欲しくないですか。欲しい。どういったお仕事をされてるんですか。歯科技工士という歯を作って。余裕ですね。見せてやりましょう。すいません、お兄さん、あのお腹空いてないですか。空いてる。あ、本当ですか。僕と激辛対決で早食いで勝ったら1万円差し上げるっていう企画で一番でした。辛いあ、でも そこまで辛くないんですよ。もう美味しい。から早食い対決で勝ったら1万円差し上げるって言って YouTube 撮ってます。大丈夫ですか。マジすいません、辛い料理を僕より先に早く食べたら1万円差し上げますって企画でちょっと YouTube 撮ってるんですけど、はい、1万円欲しくないですか。あ、欲しい。マジですか。お店行って一緒に食べるって可能ですか。あ、全然。マジですか。ありがとうございます。ちょっと今からじゃあ行きましょうか、はい、近くのとこなんで。お名前は S で S さんで、はい、お住まいはどちらなんですか。福岡ですね。あ、なんですか。福岡から今回渋谷に来られた、はい、なん旅とかですか。ライブを見に来ました。ライブ、あ、はい、お好きなアーティストさんが、はい、バウンディが、はい、バウンディさんっていう、はい、お年齢はおいくつなんですか。今年22です。あ、今大学生さん。社会人です。どういったお仕事をされてるんですか。歯科技工士っていう歯を作ってる。すごいですね。いや、全然すごくない。歯科技工士、はい、あんま聞かないです。確かに歯医者さんは聞きますけど。そうです、ね、歯科衛生士の資格とかそういうのを持ってる感じですか。歯は触れないですよね。ただ歯を作るだけなので、一応国家試験ではあります。あ、すごいですね。 S さん優秀な方なんですね。まあ頭はいいです。自分で言うな。今回じゃあ休みを何日か取って渋谷に来られた。一人で来られたんですか。一人ですね。あ、すごいですね。友達がいないんで。辛いのを、まあ、好きなんですかね。まあ、普通の辛さならって感じ。はいはいはい。ちなみに今まで食べた中で一番辛かった料理って何ですか。全部の地獄、はい、一番もううまくて辛かった料理って何ですか。辛麺とかは。あ、そうですね。いいですね。九州ですから、はい、宮崎辛麺近いですかもね。松本とかありますもんね。松本あります。松本美味しいですよね。博多駅に、はい、タクトラっていう辛味屋さんあるんですけど。あ、ハクトラ。ここが自分はおすすめです。おー、 S さんが1万円獲得できたら、はい、その1万円何に使いますか。ワンピースのカードゲームハマってて、はい、それのボックス買おうかな。今日の試合会場こちらになります。油専門店ブラブラです。渋谷道玄坂店ということで、こちら油そばの専門店さんになります。今回、挑戦しているのは地獄油そばになります。いいよ。どうですか。これから1万円をかけた戦いになりますけれども、意気込みは。余裕ですね。余裕ですか。はい。あ、だいぶ強気です。見せてやりましょう。じゃあ行きましょう。普通の油そばダメです。これ対決ですから。これ2ついきましょうか。波盛りでどうしますか。波盛りでいいですか。さすがに、はい。そうですね。じゃあ波盛り。地獄油そばです。激辛、早食い対決、勝ったら1万円差し上げます。準備はよろしいでしょうか。よし、3、2、1、いただきます。うわ、油そばですからしっかり混ぜていただきます。下に、うん、辛っ。辛っ。うん、余裕っすか。
うわこれきついな。うん、1万円これ知ってくれないですか。あ、欲しいね。すごっ。辛っ。辛っ。余裕っすね。見せてやりましょう。うわ、これやばいわ。うわ、これやばいわ。うわ、これやばいわ。すごいっすね。辛っ。ごちそうさまでした。はい、完食させていきましょう。S さん残念。リバップス。え？リバップ。口が。やばいっすね、しびれ。ああ、やばい、マジで。結構一かもしれない。口が痛いですか？余裕ですか？余裕ではないですよ。汗かいたりして、口痛いし、喉痛いし。対決抜きでこれ食べきったら1万円あげますって言ったら食べれます。いや無理っす。でもその上で結構最初の方結構いけてましたよね。やっぱ後から食う。ああ、やっぱ時間差でやっぱ辛さが襲ってきました、ね、いやそれ知ってたんで時間が勝負から行ってみて。じゃあ最初割と飛ばしてた。残念。いやよく頑張りました。食べれないっす。僕が食べるんすか。食べるわけないじゃないですか。いいっすよ。いやもったいないな。残したくはないんですけど、申し訳ないです、お店の方に。ああ、じゃあ食べます。S さんお疲れ様でした。食べれなかったっす。この後は何ですか、クラブ海でも行くんですか。いや、まあ、そこはなんかチンチンうずいてますけど、大丈夫ですか。いや、別に、うん、変態だな、この野郎。 S さん、今日はどうもありがとうございました。どうも。はい、じゃあ、もっと激辛、食べて、うん、出直してこい。やったるぞ。はい、1万円に望みかけます。ちょっと見てくださいこれ。これいきましょうか。激辛灼熱つけ麺。辛っしょ。これは辛いぞ。痛いね、口痛いね。3倍に腫れちゃってるよ、もう。くらませ唇。